MFJ ライブチャンネル MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦スーパーバイクレースインスゴー ST 戦17ラップでお届けします。それでは実況でお楽しみください。エンジンコントロールユニット、こちらの方も十分に制限がされているということになっております。まあ、簡単に言えばとにかくイコールコンディション、タイヤも同じものを使うんですよ。そんな中でライダーの技量が試されるということになっています。またこれからグリッド紹介してまいりますが、そのライダーも国内そして世界の舞台でも活躍をしてきた、そんなライダーたちが名前を挙げています。さあ今シーズンからスタートをするその初代チャンピオンの行方は、そしてこの開幕戦まずは一つ目のウィナーとなるライダーは誰なんでしょうか。ぜひ皆さんお手元に大会プログラム、ご用意してくれてるかな。ページは20ページ、ここが ST1000 クラスのページとなっていますので、ぜひ読んでくださいね。さあグリッド1列目が揃いましたね。そして今ゆっくりとグランドスタンド側コース上、オレンジ色のカラーリング、ドッグホワイトレーシング、このマシーンが今グリッドにつきましたね。MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦スーパーバイクレースインスゴー ST 戦ダンロップオフィシャルタイヤサプライヤー、それではスターティンググリッドをご紹介しましょう。まずはポールポジション、この位置からです。国内はもちろん世界最高峰の舞台でも活躍をしてきました。そして今季は国内新カテゴリー ST 戦クラス、さあ初代チャンピオンを目指して日本郵便の職員の皆さんのこのグランドスタンドからの応援、そしてパドックにはフラッグのその寄せ書き、これを胸に秘めて、予選タイムは1分39秒001、ホンダ CBR1000RRR ゼッケン23、日本郵便ホンダドリーム TP 高橋祐希。2番グリッドです。雨の走りは定評あるも、さあドライでもその速さを見せてくれることでしょう。予選タイムは1分39秒668、 BMW S1000RR ゼッケン46、トネ RT シンクエッジ4413 BMW 星野智也。3番グリッドです。大怪我からの復帰、エソーコは足りないもののスタートダッシュを決めて勝ちを狙いに行きます。昨年2019年 JGP2 クラスランキングは2位、タイムは1分39秒668、これは星野選手と同タイムでした。ホンダ CBR1000RRR ゼッケンは71、 SDG ミストレーサー RT ハルクプロ、エノキド育弘。2列目です。4番グリッドです。プライベートチームではありますがオレンジカラーで優勝を目指します。ヤマハ YZF-R1 スピードハートドッグファイトレーシングヤマハから藤田
拓也。5番グリッドです。マシンもそして新しいこのチームスポンサー層である小倉クラッチの社長さんも絶大な応援ということです。ヤマハ YZF-R1 ゼッケンは70、小倉クラッチ with ライディン岩崎哲郎。6番グリッドです。新しいチーム、新しいカテゴリー、新しいマシン、やるからにはチャンピオン獲得を目指して、ホンダ CBR1000RRR、昨年 JGP2 ランキングは3位、ゼッケンは17、競輪ホンダドリーム SI レーシング、佐久本浩介。7番グリッドです。2019年、昨年 JGP2 チャンピオンはこの位置から追い上げていきます。もちろん初代チャンピオンを目指して、ホンダ CBR1000RRR ゼッケン634武蔵 RT ハルクプロ名古屋鉄平。続いては8番グリッドです。全日本6年ぶりの復帰戦です。マシンはホンダ CBR1000RRR ゼッケン104東方レーシング国川博道。9番グリッド、ここから入賞圏内をまずは目指します。ヤマハ YZF-R1 ゼッケンは26スピードハードドッグファイトレーシングヤマハから谷本音次郎。続いては10番グリッドです。 ST1000 つくばでのエキシビションレースから走らせているこのマシン、今回は金曜日の練習走行、肩の負傷を乗り越えて、さあファーストスターの皆さんとともに川崎 ZX10R ゼッケンは7 RS 伊藤&オートボーイファーストスター新庄正宏。11番グリッドです。2016-2017 JSB1000 ランキング2、さあ吉村から離れてのこのチーム、鈴木GSX-R1000R ゼッケンは85ウエストパワー S スポーツ鈴木津田拓也。12番グリッド、昨年の全日本スゴーラウンドでの走りが認められ、今季はレギュラーシーズンとなりましたこの弦のいいサーキットでの戦い、川崎 ZX-10RR ゼッケンは14ウィルレイズレーシング RS 伊藤和樹。13番グリッドです。2015年九州選手権国際 ST600 チャンピオンから、昨年は全日本 JSB1000 クラスからエントリー、そして今シーズン川崎 ZX10RR ゼッケンは87チーム WIS87 九州清末直樹。続いては14番グリッドです。2019年全日本 ST クラスランキングは4位、川崎 ZX10RR ゼッケンは57チーム MF& 川崎奥田京介。15番グリッドです。2018年スゴーロードインタークラス JSB1000 クラスのチャンピオン、昨年は全日本 JSB1000 参戦です、スポット参戦ヤマハ YZF-R1 ゼッケンは13小倉クラッチビズライディン柴田義正。16番グリッドです。2013年に初めてバイクに乗り、今季全日本というなんと素晴らしいすごいサクセスストーリーを持っています。アプリリア RSV4 ゼッケンは15小田開発アプリリアプラス東方ジェゲデゼガライエ。17番グリッドはゼッケンは18鈴木 GSX-R1000R を借ります。浜松チームタイタン神林貴弘。18番グリッドです。香山監督も太鼓判、彼ならいけると昨年の JGP3 クラスチャンピオンが飛び級でこのクラス鈴木 GSX-R1000 ゼッケンは12チーム香山パワードバイ吉村長谷川翔。
19番グリッドです。昨年つくば ST600 の、ごめんなさい、19番グリッドはゼッケンは16です。ホンダ CBR1000RRR 元バムサイから松川康弘、そしてシンガリ20番グリッドからはゼッケンは91忍者 ZX10R チーム91孫悟空 &GHH 中山智弘、全20台のエントリーです。さあどんどんと気温が上昇する中での決勝レースを迎えました今シーズンからのスタート、この ST1000 クラスウォームアップラップ開始5分前ボードです。パワースピードを持ち合わせたこの 1000cc リッターバイク、改造範囲は狭く、そしてタイヤはダンロップのワンメイク、ライダーのその技量が問われるという新しいこのクラスでの戦い、まずは開幕戦第1戦目、ウィナーとして名前を残すのは誰なんでしょうか。そしてこのクラスからね、世界へまたアジアへということでのその道としては、例えば JGP3 クラスではアジアタレントカップであり、 ST600 はアジアロードレース選手権の SS600 であると、とすれば ST1000 クラスはまずは鈴鹿8時間耐久ロードレース SST クラスであったり、またはアジアロードレース選手権の ASB1000 クラスといったその先、そこを目指してということにもなります。どうでしょう、風が1コーナー側から最終コーナー側へ、今強く吹いているんですね。小倉クラッチ、そして京浜のこの上りもですね、かなりこうはためいていますよね。このレースウィーク、金曜日から雨ウェット、そしていやごめんなさい土曜日から雨ウェット、そして日曜日昨日もガラッとその状況は変わって今日はドライ、まあ、ここまでのそのドライでのセッティング走行を十分にしているチームは少ないというふうに聞いています。さあここでライダーマシン、そして一人のメカニックを置いてチームはこのグリッドから去っていきます。さあここでですね、今回のこのワンメイクでのダンロップタイヤ、しかしコンパウンダーが違うということで今情報が入ってきましたね。さあまずはポールポジション高橋優希選手からですが、フロントがハード、そしてリアはソフトという選択ですね、チョイスですね。そして2番グリッドです。2番グリッドの星野智也選手はフロントがミディアム、そしてリアもミディアム、ミディアムの選択。3番グリッド榎木戸選手はどうでしょうか。榎木戸選手はフロントはハード、そしてリアはミディアムという選択です。さあここでウォームアップラップ開始1分前ボード、エンジンに火が入ります。2列目はどうだ。藤田選手はフロントミディアム、リアもミディアム、
真ん中岩崎選手、ゼッケンは70、フロントミディアム、リアはソフトで来ています。そしてもう一人佐久本選手、17号車はフロントがハード、そしてリアがミディアムという選択です。まあそれぞれのその、タイヤの選択の違い、これがこれから始まります。決勝レースは17周によって行われます。暑い暑い気温、そして路面の温度はどんどんと高まっています。さあウォームアップがスタートしました。4コーナーから試験員、そしてコースレイアウト、一番その標高の高いハイポイントコーナーへ消えています。今回はエントリーが20台、決勝周回数は17周によって行われます。まあ、今回のこのダンロップタイヤ、ワンメイクでのね、このタイヤの中でもそのコンパウンドの違いをこれからですね、情報として発信をしていくということなんですが、気温が33度、路面温度が46度という情報が入ってきています。その中でのチョイス、まあ、17周という周回数もありですね、どうでしょう、このフロントがミディアム、リアがソフトという、まあ、柔らかめの選択、または中には長谷川翔選手あたりはハードミディアムという選択。さあそのあたりがレースにどんな結果、どんなドラマを、ね、作っていくんでしょうか。さあマシンが帰っていきます。23号車、まずは高橋優輝、フロント2番グリッドは星野智也、そして日野木戸とマシンがロックオン、2列目ドッグファイターのオレンジカラー藤田、真ん中が今入る岩崎、佐久本はもう先に入っています。3列目、4列目、5列目もロックオン、後方グリーンフラッグ、前方のレッドが外されました。ランプ、そのシグナルに注目です。オールレッド、ブラックアウト、今スタートしました。ちょっとドッグファイトの藤田のマシンがスタート出遅れた形、高橋はいいスタートを切って、さあ今ホールショットを奪っていきました。まずは高橋、そして、星野、えのきとは変わらずといったところでしょうか。2コーナーから3コーナー下り勾配、さあ縦に長い列ができています。17周の決勝です。さあここから上り勾配が始まります。4コーナーから立ち上がって試験員、 NGK の看板の下、そして早くもそのトップ、高橋はハイポイントコーナーへと達しました。高橋の勢いがいいようですね。少し後方引き離した形で今レインボーからバックストレッチばらけます。バックストレッチでは少しばらけて、さあどうだ、その後ろ17号車は、佐久本ですね。佐久本がこれで4番手にポジションを上げてきましたか。バックスレッジでちょうど中頃ですか、スラーッとこう両サイドに分かれた中、佐久本がイン側からですね、オーバーテイクシーン、そんなシーンがあったように思いますが、さあ間もなく最終コーナー手前、試験オープニングラップは高橋がこのままということになるんでしょうか。さあ試験を立ち上がってきました。 10% 上がってきます。さあ高橋、そして星野、佐久本がやはり3番手、名古屋が4番手、榎木戸がポジションを落として5番手だ、藤田6番手、スタートちょっとミスった藤田が6番手、7番手には岩崎、8番手津田、9番手国川、10番手に伊藤ということになっています。伊藤和樹が10番手、
さあまずオープニングラップ、高橋がポールポジションからスタートをして、後方少し2番手の星野、ギャップをつくような、作るような形でですね、引き離して、今まずはこのオープニングラップを制していきました。高橋好調といったところでしょう。早くももうバックストレッチ、2番手星野が追いすがるものの、3番手佐久本、少しその星野の後方ギャップが開いてしまっているようですが、さあその佐久本、名古屋が今馬の背で捉えたか、どうだ、サイドバイサイドから、どうでしょうか、もう一度持ち直したか佐久本のマシン。さあ SP インアウト、佐久本と名古屋のこの3番手争い、今まもなく試験です。佐久本が前ですね。名古屋仕掛けたものの、ここでかわすことができなかったという今の周回、馬の背での攻防といったところでしょうか。さあ 10% 駆け上がってきます。高橋、星野、そして佐久本、変わらず名古屋、榎木戸、藤田、岩崎、国川がポジションを上げました。8番手、そして津田拓也、10番手に伊藤です。国川はポジションを上げてきました。6年ぶりの全日本復帰ということで、まあ、雨の予選でも大崩れすることなく、この8番手からのスタート、今日の朝の、ね、ウォームアップでも10番手ですか、32秒台というタイムだったんですが、さあ6年ぶりどこまでこのポジションを上げてくるんでしょうか。ここではセクター1、セクター2と赤表示や佐久本、名古屋、ここのバトルが続いているようですね。さあその2人は今馬の背コーナー、馬の背から立ち上がっていきました。まだ佐久本はポジション3番手を守っています。なんとかこのバトルが、そう、高橋をまず離さないように、高橋から離れないように星野が捉え、その後ろから佐久本、名古屋と混戦状態に持ち込んでほしいところですが、さあどうでしょうか。トップが帰ってくる、この試験員出口のところではかなり星野がですね、前を行く高橋に詰め打っているような、そんな感覚が見えますが、さあどうだ。 10% から今コントロールラインを通過していく、ここでは佐久本が星野へ、そして名古屋が少し遅れた形、その後ろ榎木戸、藤田、岩崎、国川、津田、伊藤和樹、谷本、そして長谷川翔吾は12番手までポジションを上げてきました。長谷川翔吾は18番グリッドからスタートをしています。やはり長谷川は雨のセッティングが決まらず、このドライはしっかりとその速さを見せつけているという状況になっているんでしょうか。そしてその長谷川の後ろ13番手は新庄です。新庄は肩の痛みを超えて乗り越えたということですが、ポジションは少し落としているようです。さあトップの攻防、高橋を星野が何とかといったところなんですが、その後ろから佐久本のその速さがなかなかいいようですね。ここでも今のラストラップ、ベストラップ1分30秒の087というタイムで佐久本が追い上げています。やはりこの辺りで、ね、トップから離れないようにしっかりと食らいついていきたいという、そんな思いでしょうね、もちろん。そして名古屋が少し遅れにかかっているんですが、この周回ではセクター1ではしっかりとベストを出していますね。さあ名古屋も離れないようにといったところでしょうか。さあ間もなく試験、少しその感覚が詰まってきています。ここで情報です。21番手走行のゼッケン43、菊池敦史選手がスロー走行という情報が入ってきました。さあトップが帰ってくる、高橋、そして星野、佐久本、名古屋、少し間が空いて榎木戸、藤田と岩崎、このバトルがちょっと面白そう。1コーナーの飛び込みどうだ、岩崎がなんとか藤田を捉えようと、1コーナー、さあ2コーナー立ち上がりはどうでしょうか。捉える形で今その背後に迫っていく岩崎、さあそして NGK 看板から試験員高橋のそのリアサイドビタリとつけているのが星野智也選手は、やはりその雨でのその評価が高いということで、この大会のプログラムにも昨年の世界耐久選手権マレーシアではレインマイスターとして紹介されたという、まあ、そんな経緯があって、でも今回は雨だけじゃない、そのドライでも速さを見せるぜという、そんな勢いを見せてくれています。
さあ高橋を捉えることができるんでしょうか。2台2台分かれた形、ここで佐久本の後ろに名越がまたまたぴったりとつける形ですね。そしてその後ろ少し間隔が空いてしまっているのが榎戸、そして藤田岩崎の攻防が続いている。この藤田岩崎は7番手争いです。さあ試験に入ってきました。2台2台というふうに分かれています。立ち上がってここからぐーっと藤田がね、ごめんなさい、星野が迫ってくるんですよね。さあホームステート駆け上がってきます。さあどうだ、転倒の情報、試験員ですか、2台転倒という情報が入ってきました。ゼッケン分かり次第お伝えしましょう。さあ1コーナーの攻防はトップ争いは高橋優希、星野智也変わらず、その後ろは佐久本と名越だ。少し間隔が空いて榎戸、藤田はどうだ、藤田の後ろ、ちょっと入れ替わっています。あ、藤田の後ろに津田の名前が上がってきているんで岩崎でしょうか。岩崎の名前が上がってきていない。さあ周回数5周目を終えたところでということで、さあ映像ですね、これが試験員のところの映像ですが、進入、試験員の進入でどうやら2台が接触なんでしょうかね。そんな映像が届けられていますが、ゼッケンまだこのモニター上の名前で言えば、先ほど藤田を追い上げていた、岩崎、そして国川ですね。さあ順位は変わらず高橋優希、星野智也、佐久本浩介、名越哲平、少し離れて榎戸育弘。さあサイドバイサイドで1コーナー飛び込むんでしょうか。藤田が前、そして津田です。津田拓也、津田拓也がポジションを上げてきています。10番手からスタートした津田拓也がここで、7番手です。藤田は逆に4番手からポジションを落として6番手2ポジションダウンですね。その藤田を今津田が捉えようとする、そんな攻防です。さあ周回数が、5周目でお伝えしようとしていたんですが、6周目、7周目に入っていっています。トップは高橋優希、2番手星野智也、3番手佐久本浩介、4番手名越哲平、5番手には71号車榎戸が少し離れた形、その後ろ、6番手藤田拓也、7番手津田拓也、8番手伊藤和樹、9番手には順位をまたまた上げてきました18番グリッドからスタートをして今現在9番手です。長谷川翔、昨年の GP3 クラスのチャンピオンです。10番手には谷本音次郎、11番手13号車柴田義正、12番手には新庄正弘頑張っています、13番手奥田恭介、14番手には 清瀬直樹ですね、15番手松川康弘、松川もポジションを上げてきています。19番手からスタートをして松川が今15番手、そして16番手には瀬ゲデ、瀬ガラエが来ています。瀬ゲデも上げてきているのかな、16番手スタートで、あ、ここはポジション変わらずですね、17番手神林貴弘、18番手には中山智弘、そして岩崎国川、先ほどスローダウンの菊池敦史という今モニター上の順位です。さあトップが帰ってきて、これ7周目を終えて8周目、そのトップ集団が少し形が変わりましたね。4番手名越が少し離れています。どうでしょう、コンマ6ほど離れているんでしょうか。前を行く佐久本との差です。トップ高橋、2番手星野の差はコンマ2、そしてその後ろコンマ2離れて、星野の後ろ佐久本という状況、そしてその佐久本の後ろコンマ6離れてという名越が追い上げていっています。そして少しその差が開いている4番手名越の後ろ榎戸は5秒まで離れてしまっているのかな。なんとかここはですね、もう少しこの中盤戦、食らいついていきたいところです。榎戸もその大怪我からの復帰ということで、とにかくこの素晴らしいバイクをですねしっかりと操っていきたい、そんな話をしていましたが、まだまだ走行時間は足りないんですよねという話もしていました。さあトップが今1台、これは名越じゃないかな、どうでしょう。今トップ1、2、3が帰ってきました。高橋、佐久本、星野、さあそしてここで
4番手にエノキドの名前が上がってきました。あ、これがそうですね、馬の背コーナーマシーンがグラベルに今とどまってしまっています。これが4番手走行していた名古屋のマシーンです。名古屋鉄平のマシーン、さあこれから中盤戦離れないようにそんな話をしていたところだったんですが、馬の背コーナーでグラベルにマシーンをとどめてしまっています。さあそして1コーナーでも転倒シーン、コースオフからどうでしょう。34ですか、情報が入ってきましたがどうでしょうか。634、あ、これが先ほど名古屋鉄平のマシンですよね。これが馬の背、1コーナーがちょっと情報が入ってきていませんが、このホームストレートフラッグポストではイエローが振られています。1コーナーでもイエロー。さあこれがもう1台馬の背コーナー、今オフィシャルが駆けつけている映像です。11号車の映像が今届いてきました。11号車17ですか、佐久本のマシンでしょうか。そうですね、景品というロゴが映っています。佐久本が今ヘルメット頭を抱えました。馬の背コーナーでの出来事、周回数がこれで9周目、いや10周目走行中、佐久本が悔しい思いで今マシンから離れていきます。星野の背後から佐久本が追い上げていたんですが、ここで残念な結果となってしまいました。ここで馬の背で餌食となったのは先ほどの名古屋に続いて佐久本、1コーナーでも1人。さあ順位が変わってきました。トップ高橋優希、2番手には星野智也、3番手これが榎木戸が上がってきたんですね。3番手榎木戸です。4番手津田拓也、津田拓也は11番手からスタートをしています。その後ろ星野、33号車星野、ドッグ相手の星野は順位をじわりじわりと元の位置に戻そうかと、そんな感じで5番手走行。その後ろは長谷川翔が、これで6番手だ。長谷川翔は18番グリッドから加賀山監督が彼ならいけると体育板を押して、そして飛び級 JGP3 チャンピオンから ST600 を飛び越えて、この今シーズンからの ST1000 クラスに名前を挙げています。長谷川翔6番手で今走行しています。そして7番手には14号車の伊藤和樹、8番手谷本音次郎、9番手奥田京介、そして10番手新庄が10番手です。自らのグリッド、そのポジションに戻してきました。さあこれトップが帰ってくる高橋優希、その後ろ1秒9離れましたね。星野智也食らいつくも1秒9その差が開いていて、今1コーナーから2コーナー、3番手榎戸が今コントロールラインを通過していきました。これで10周目を終えて11周目、津田拓也、藤田と、拓也、長谷川翔、そして伊藤和樹、大谷本音次郎のこの、2台のマシン、ここが7番手争いですか。さあ1コーナー飛び込んでいった、前を行くグリーンのそのカラーリングが目立つ方が、これが谷本、あ、いや、あ、もう一度後ほど確認をしていきましょう。先ほどの1コーナーは柴田ですかということですね。17号車柴田のマシンが先ほどの1コーナーの高速グラベルといったことです。コース上は11周目、トップ快走後方1秒9引き離しての高橋優希です。まあ、戦前からこの新しいクラス ST1000 クラス、うわーと転倒、これは71号車榎木戸だ。榎木戸のマシンがここで今スリップダウンだ。ここは場所はどこだ、試験員です。悔しがる榎木戸、なんと3番手までポジションを上げてきていた榎木戸ですが、試験員でスリップダウン。サバイバルレースとなっています。昨日の JSB 戦の雨の中でのレースのようなそんな展開を思い起こすんですが、
ここで榎木戸が今この戦いから名前が外れていきます。難なく津田が3番手、4番手藤田、そして5番手に長谷川翔、6番手伊藤和樹とトップ6はモニター上名前が変わっています。周回数が12周目コース上です。決勝レースは17周によって行われています。馬の背で、そして試験員で1コーナーで なかなか思うようなレースをさせてくれません。ゼッケン71エノキドのマシーンが再スタートという情報が入ってきましたね。試験員で先ほどの転倒シーンがあったんですが、そのエノキドのマシーンが再スタートを切って今 10% ゆっくりと右側のライン上がってきます。これですね、今エノキドのマシーン、ゼッケン26、7番手走行、今度は谷本だ、谷本音次郎が転倒という情報が入ってきました。転倒が続きます。さあ映像、今ちょうど、オフィシャルがなんとかもう一度ということでグラベルのところで、グリーンの上で今走らせようとしてコースに戻していますが、これも試験員、試験員多いですね。これもスリップダウンなんでしょうか。さあエノキドがこれでスロー、先ほど転倒からのエノキドがまあスロー走行ということで、今ハイポイント、そうゆっくりとこのホームストレートも通過をしていったんですが、なんとかコースに戻るもというとことでしょうかね。今ジェゲでゼガライエが今コースこのコントロールラインを通過していって、1コーナーから2コーナー、ここが11番手、中山智弘12番手、その後ろ谷本音次郎が13番手、先ほどの転倒シーンからということです。神林高弘、そしてさあ今トップが通過をしていきました。高橋由紀13周目を終えて14周目、やはりこの路面温度が上がってくる、そんな状況の中、初めてのマシン、そしてワンメイクタイヤ、いろんな状況、いろんな条件の中、これまでの世界の舞台でも活躍をしてきた、経験を積んできた、もちろん国内でもそのキャリアを、その技術をしっかりとこのレースでもいろいろな引き出しに例えますが開けてですね、間違いなくその一つ目の勝利へつなげていこうという高橋勇気の走りです。周回数が13周目を終えて14周目コース上、2番手序盤はなんとか食らいついていたんですが、星野智也、その差は、その高橋とのギャップは5秒7まで開いてしまっています。コース上行われていますのは MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦スーパーバイクレース in スゴ ST1000 単独オフィシャルタイヤサプライヤー、今シーズンの全日本の開幕戦、そして新しいカテゴリー ST1000 クラスの初めてのレースが行われています。ジェゲで、そして中山、谷本、この辺り、そして今高橋が通過をしていきます。コントロールライン14周目を終えて15周目、残すところ3ラップ、しっかりとマシンを安定させて、そしてスピードも十分、1分31秒の本当に前半をコンスタンスに叩き出しています。ベストラップは1分30秒の339。お、赤です、赤旗が出ました、赤旗が出されています。場所はどこだ、転倒が相次いでいる中、馬の背、そして試験1コーナー、ライダーたちが次々と足元を救われている中、ここで赤旗が出されています。さあ原因は
この放送席はですね、グランドスタンドのもう真ん中、ちょうどコントロールタワーの正面なんですが、ここから見る上ではどこだというポジションが分かりません。そして映像の方も、その赤旗の要因となっている場所が分からないんですが、確認でき次第お伝えをしてまいりましょう。さあ、お聞きいただけましたでしょうか。今赤旗にて走行終了というこのフラッグポストにあります電光掲示板、電光君からのコメント、それからですね、今マシンが戻ってきました。放送でもありました、この赤旗を持って ST1000 ダンロップオフィシャルタイヤサプライヤー開幕戦決勝レースが終了ということになりました。いやちょっとですね、いろいろこうバタバタとありまして転倒シーンが相次いだというレースになりましたが、トップチェッカーという結果になったのはポールポジションからスタートをして2番手星野選手が追いすがるも、後半は引き離してのポールトゥウィンという形となりました。ゼッケンは23、日本郵便ホンダドリーム TP の高橋優希選手ということになりました。大きな拍手が沸き起こっています。グランドスタンド、一番ね、取っかかりのところですよね。赤いシャツを揃えたこの日本郵便の応援団の皆さんもですね、今フラッグを振って、そのね、応援をした高橋優希選手にエールを送っています。さあ、正式なところで言うとですね、今モニターがしっかりと戻ってきました。今ご紹介しましたトップチェッカーはゼッケン23、日本郵便ホンダドリーム TP の高橋優希選手、2番手にはゼッケンは46とね、RT シンクエッジ 4413BMW の星野智也選手、そして表彰台第3位にはゼッケンは85です、ウエストパワーS スポーツ鈴木からの津田拓也選手というトップ3です。さあ、この後は準備が整い次第表彰式となります。お相手はサイバートムでした。